お疲れ様です。お金が稼げる銀行アプリ、みんなの銀行ですけども、すっかりお馴染みになりましたね。まあこれはね、アプリをダウンロードしてプロフィールを作ると、最初から1000円もらえてるという、まあそんな便利アプリです。福岡フィナンシャルグループが作ってくれているアプリですけども、このアプリね、実は自分の紹介コードが発行されますんで、自分が誰かを紹介したらね、 紹介した人に1000円、紹介された人に1000円みたいなキャンペーンがずっと続いてました。時にはこの1000円が2000円になったり2500円になったりとか、まあだいぶアプリが浸透するまで福岡フィナンシャルグループは投資してくれたわけですけども、だいぶユーザーも落ち着いてきて、なんと9月3日まで1000円なんですけども、9月4日以降はね、500円になっちゃうんですよ。 ですんで、す今のうちにアプリをダウンロードしてもしくはアプリをダウンロードした方は身近な方に紹介してくださいそして私みたいにこうやって動画を作ってねインターネットで広めていくのも一つの手ですさあちょっと連絡を詳細見ていきましょうこのようになってますね、えー、得点金額9月3日まで1000円そして15時から同じ日のね15時から500円になっちゃいますということですね はい。えー、その他ね、金利が上乗せされるっていうことも書いてますね。これもいいですね。金利がプラス1%ですよ。こんな銀行ってないでしょう、なかなか。とりあえずは、まだみんなの銀行のアプリがダウンロードできてない方は、動画概要欄からアプリをダウンロードして、で、紹介コードも付けときますので、その紹介コードを ププロロフフィィーーールル作作成成のの時ににに入力してくださいちなみ際は運転免許証番号があるとスムーズですね、非常に簡単でしょこれから作業しても3分か5分でみんなの銀行のアプリはダウンロードできますし、プロフィールも作成できて奥さんとかお子さんとか身近な方にね、紹介が始められます。ね、ちょっと思いついただけでも4、5千円ってのは期待できるんじゃないですか それでは動画概要欄をご覧いただいて、そこから手続きをお始めください。そして今回はみんなの銀行っていうね銀行系アプリだったんですけども、実はね、第一生命っていう会社がありますよね。第一生命も同じようなアプリを作ってます。第一生命ネオバンクってやつです。こちらの方は1500円の紹介報酬がゲットできますので、これも合わせてね、 動画概要欄の方に貼っときます。両方合わせて2500円。ね。みんなの銀行が500円になっちゃっても、2つ合わせて2000円。この流れはこれからも続きますんで、ぜひご活用ください。それでは、グッドラック